気が教える勝玉運気予報。二十四節気で言うと小暑大暑を迎えます。文字通りとても暑い季節。このように自然界に季節があるように、人の人生にも季節が存在します。それを運勢や運気と言います。春に種をまき、夏に開花し、秋に収穫し、冬に種を作るように、その季節に合わせて人の行動も変化します。しかし自然界の季節と違い、人生の季節は肌で感じることができません。そこでカズタマを知るだけで、あなたの人生の季節を示すことができるんです。またあなたが今どの季節なのか知ることができれば、具体的な行動を示すことができます。ここまで聞くと、あなたが今どの季節を迎えているのか知りたくなりますよね。そこで1ヶ月のカズタマ運気予報をお伝えしています。ご自身のカズタマを知りたい方は、概要欄に LINE 公式の URL を貼ってありますので、そこから友達登録をして、あなたのお名前、生年月日、性別、この3つをメッセージで送ってください。私の方で鑑定して、あなたの守護神カズタマをお伝えしています。運気予報は1から60までのカズタマの下1桁を言います。カズタマが5番、15番、25番、35番、45番、55番の方は宿玉、ごたまとなります。それでは宿玉、ごたまの方の今月の運気指数からお伝えします。今月の運気指数は6。じっくりと考えて本質を見極めていく、そんな時期になりそうです。それでは今月の運気の前に、今年の運気からお伝えしていきます。宿玉、ごたまの方の2022年は表現の季節、そして今月7月は研究の季節になります。それでは研究の季節を詳しく見ていきましょう。物事に対して白黒はっきりさせなければならない時期になります。判断を誤ったり、決断を先送りすることで火種を残す結果が生じることも。ただし慎重に仕事に取り組んできた人は、これまでの苦労が報われる時期でもあります。研究の季節では物事の本質を掘り下げて、考え方をじっくりと見極めることが重要になります。このように研究の季節では、外側に向かうよりも内側にしっかりと意識を向けて、物事の本質を捉え、これから先の目標や計画を立てていくのが良いでしょう。それでは運気予報に行きます。占いでは旧暦を活用しているので、7月の運気は7月7日から8月6日までになります。中でも月の運気と日の運気が重なる7月13、23、8月の2日、この日はもう一度計画や目標を立て直したり見直したりするのにぴったりの日。いつやるのか、誰とやるのか、どこでやるのか、どのようにやるのか、具体的になればなるほど成果につながりますので、しっかりと目標や計画を立てていきましょう。それでは研究の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと、目標や計画をしっかりと立てることができます。しかし悪い傾向に行くと、目標や計画が立てられず不安になってしまうので注意しましょう。そして専門分野の知識を学ぶと良い傾向に行くでしょう。しかし悪い傾向に行くと、表現力が乏しくなり、日苦労が多くなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと、年長者からの教えや助けをプラスに転換することができるでしょう。しかし悪い傾向に行くと、年長者の干渉が強くなり、その人たちに依存してしまうので注意しましょう。このように運気予報をチェックすることで、今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆さん、いかがだったでしょうか。あなた自身の人生の季節を知ることで、望むべき未来をどのようにして手に入れるのか、具体的な行動を示すことができます。カズタマ運気予報は毎月アップしていきますので、人生の参考にしていただけたら幸いです。そしてこのカズタマ運気予報は、人生の季節で分かることのほんの一部、さらに詳しくご自身の運気を知りたい方は、このような冊子もご準備しています。こちらにはより具体的に、恋愛面、仕事面、健康面、金銭面、起こりやすい出来事やその対策がしっかりと記されています。気になる方は LINE 公式のメッセージでお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。